ボツワナの行政区とハンチの位置、ハンチは、ボツワナの都市、ハンチ地区の主府である。ボツワナ西部に位置し、トランスカラハリハイウェイでロバチェイやナミビアと結ばれる。カラハリ砂漠の中央部に位置し、カラハリの首都と呼ばれる。ハンチとは、ナロ語で、膨れた尻を意味し、この地の塩湖に集まる牛やアンテロープがよく肥えていた、ことに由来する。ハンチに初めてやってきた。 ヨーロッパ人はアフリカーナーのヘンドリック・バンジールで1870年にこの地に小さな狩猟や交易の拠点を構えた。しかし1897年から1898年にその拠点は消失した。その後、半地にはいくつかの農場が建設され、カラハリアームズホテルやバークレイズ銀行の支店などが建設され、 この地方の経済や観光の拠点として発展してきた。1989年には太陽光発電によって電話サービスが開始され、1999年には JICA の支援による電車区などによって全線舗装のトランスカラハリハイウェイが開通し、ハンチと首都ハボローネ、ナミビアの首都ウィントフックが結ばれた。これによりハボローネとの間にバス路線が 運行開始し、所要時間の大幅な短縮によって、観光や産業の開発が進んだ。2008年には新たなショッピングモールがオープンした。気温が最も高いのは夏の1月で、平均最高気温は摂氏33度から摂氏45度にもなる。一番涼しいのは7月で、平均最高気温は22度、最低気温は 摂氏シ4度から氷点下摂氏ごュ5度にまで下がることがある。半地の降水量は年3 7 5ト、mm、ルで夏の雨季に集中して降る。2000年には洪水が起き、半地や周辺地域が被害を受けた。雨量が少ないため農耕には厳しいが、トウモロコシ、ソルガム、豆、エンドウ豆、メロンなどが自給的に栽培されている。牧畜は盛んで多くの農家が ボツワナ食肉会社、ボツワナミートコミッション、BMC と契約を結んでいる。ハンチは、カラハリ砂漠の観光の中心地であり、付近に住む3人の工芸品を、クル工芸センターで購入することができる。また、オカバンゴデルタへの経由地にもなっている。そのため、何軒かのホテルやロッジが、ハンチ市内で営業している。ハンチには、銅と銀の鉱山があり、 花マイニング社が創業している。ありがとうございます。